本日のゲストをご紹介しましょう。さくら学院さんです。私たち成長期限定ユニットさくら学院です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではお一人ずつ自己紹介どうぞ。おしんじゃないよ、つぐみだよ。ショートアーム6年の有友つぐみです。よろしくお願いします。はい。萌え萌えほー。はい、ショートアーム6年森も萌えです。よろしくお願いします。お願いします。中等部1年の新谷ゆずみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、中等部3年 MC 委員長の黒沢美里奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中等部3年生徒会長の倉島沙羅です。よろしくお願いします。はい、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。新鮮、なんか新鮮です。新鮮ですか。いや、ほんまびっくりするぐらい新鮮ですけども、プラジオでも何回もね出てもらってますけど、はい、何回目ですか。3度目になります、今回で。3度目。実は中1、中2、そして今回中3と、はい、毎年1回出てもらってたんですけども、よろしくお願いいたします。今日は生徒会長として出演ということなんですね。そうですね。なんか前回は生徒会長としてではなかったので、うん、すごく新鮮な感じがします。そして隣で早くも相槌がちょっと多めに入ってますけども、はい、同じ中3なんですよね。はい、中等部3人です。黒沢さん、はい、初登場でございますけど、はい、よろしくお願いします。なんか肩書きはあるんですか。 MC 委員長を MC やらせていただきます。これ初めてご覧になる方もいらっしゃると思うんですけど、基本的には成長期限定ユニットということで中3までなんですけど、これ改めて簡単に説明、どういうユニットですか。いつのやつか言っちゃう。すいません。中からね、成長期限定ユニットというのは、中学校高学年から中学校3年生までの義務教育の間だけしか活動できないアイドルユニットとなっていて、やっぱり中学3年生になると中学校を卒業するのと同時に桜学院も卒業しなければいけないという鉄の掟があります。鉄の掟という、はい、鉄の掟です。アイアンルールがあるというですね。ということは今年の3月に3人卒業されたんですよね。そうです。そして5月に新たに3人入られたという、はい、その方々この前の3人ということで。そうです。若い若いですよね。やっぱりお二人に若いって感じます。フレッシュ感がね違いますよね。もうみずみずしさが違います。確かにね、だいぶね緊張もしてないな、あんまりそういう TV ショーも。緊張してます。してますよ。ごめんね、デリカシーないから。新谷さんどうですか。あんまり確かにちょっと落ち着きがすごいです。そうですか ね、 ね、今中1なんですよね。中1です。本当ですか。はい、でもこう見えて実はみたいな。そうです、ね、いや、まだまだちょっとかぶってるんじゃないの。あら、え意外とナチュラルなとこあると。あ、結構、はい、ね、うるさい。うるさいし。そんな新たに入った方もまとめてる生徒会長どうですか。あ、でもそうですね、うん、私は中学1年生で入ったので、うんうん、やっぱり5年目とかじゃないので、結構転入してきたのが2年前ということで、まね、なんか転入生の気持ちはすごいわかるので、うん、なんかそこは一緒にやっていけたらいいかなと思ってます、うん、ほんで早くも約束ついてるのが有友さん。はい。何部とか。購買部に仮入部しました。あ、これ初めて見る方もいらっしゃると。購買部って一体どういう。桜学院のグッズを紹介する大切な役割を持っている部活です。しっかりしゃべる。しっかりしゃべる。でもこれ仮入部。仮入部です。なんかこの前の東京アイドルフェスティバルで初めてやったみたいな。はい。なんか、グッズ紹介して、あと歌も歌うんですよね。はい。これ、うん、曲が曲も歌って、それで、うん、東京アイドルフェスティバルで入るかどうかが決まるみたいな。仮入部。まだまだ分かれんの。まだ入部じゃないです。あ、なるほど。どう、入りたい。入りたいです。うん、そうしか言われへんね。分かりました。ほんで森さんはなんか、まあ、部入ってないけどこういう部作りたいとかあったりしますか。はい、お前は絵を描くのが好きなので、うんうん、お絵描き部を作りたいです。お絵描き部。おー、コンサートでどうしようかね、これ。お絵描き部。お絵描き部、うん、みんなの絵を披露して歌を歌うみたいな。おー、あー、斬新。あはちょっとブリッコが入ってるんで。ちょっとブリッコが。いや、いい。あ、そうなんですか。ちょっと最近ブリッコキャラが出てきましたね。いや、伸び伸びやってますよね。いいと思いますよ。すごいよね。
新谷さんはどういう風やりたい、別に今なんかな、部活ですかね、部活でまだ分からないかな。あ、でも今は課外活動でリーナちゃんとチャオスマイルズっていう、そうなんです、で早くももうグループやってると、そうです、少女漫画雑誌のチャオのモデルをやってる子たちで組んでるんですけど、うん、そこで課外活動としてちょっと違うユニットを組んでるので、はい、まあ、ちょっと、まあ、部活ではないんですけど、うん、ちょっとそういう違うもうやったりもして、はい、やったりもしてたりしますね、はい、いやでもすごい、もういろいろもう始まってるんですけども、この東京アイドルフェスティバルでね、はい、イベント出た時、まあ、ちょっとした早くも事件があったみたいな、あー言いましたけど、 あったっけ、うん、有友さん、誰ですか、有友さん、私だよ、そこで私だよ言ったよ、自分で、あなたなの、うん、私です、なんかミュージカルみたい何があった、何があった、何があった、なんかかき氷をなんかもらえるみたいな感じで、ケータリング、ケータリング、ケータリング、なんか食べてたんですけど、うん、そしたら、うん、と自分の服にかき氷をこぼしました、うん、わあ、アクシデントもうその時もうみんなティッシュティッシュティッシュでもね、この話を打ち合わせした時のクラシコさんの顔がもうびっくりしてて、え、あなたこぼしたのみたいな、聞いたら私服の方にこぼしたんですね、自分の、ね、びっくりします、制服だと思って、うん、もうあのちょっとゾクッとしました、ね、ゾワゾワしてて、ゾワゾワしますよ、でもこれからしたら制服にこぼして何が悪いのって一緒思ったら、これ実は制服ってなんか受け継いでるらしいですね、そうなんです、制服はもう代々こう受け継がれて、まあ、ここ今の着てる服は今年の新しく夏に、うん、これは新しく、はい、できたんですけど、うん、でもこのネクタイは、ネクタイとか靴とか靴下は代々受け継がれてきてるの、うん、ベストとかも全部、そうです、あの方々が、はい、はい、あの人も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 していたかもしれないかもしれないのに、だからこぼしたとしたら偉いことだと、偉いこっちゃ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 前から気になってたの、はい、なんかちょっとお芝居がちょっと劇団入ってたとか、劇団表情がすごいし、いやーまあそれはよく言われますね、顔がうるさいってよく言われますやっぱりそんな感じ、皆さんが公平から表情が豊かで、すごい豊かで、うん、豊かですね、いや確かに豊かやね、いやでも自分的には普通な表情をしてるつもりなんですけど、いやいや、そんな証拠もいろいろこれから紹介していきたいと思いますんで、はい、ちょっとまず CMこの流れで、はい、黒沢さんに僕はお願いしたいと思います、はい、わかりました、あちらのカメラに向かっていきましょう、はい、いいですか、はい、 CM どうぞ、チャンネルはそのままで引き続き桜川上さんにお話伺います、はい、お願いします、さあ新たなニューアイテム、はい、ダブルで言ってしまいましたけども、発売になりました、イエーイ、タイトル教えてください、はい、タイトル、せーの、メロディックソルフェージュ、はい、出ました、よかったです、はい、これがですね、なんか新曲の DVD と、あとなんかセットになってるんですね、そうです、うん、お稽古セットということで、お稽古セット、はい、うん、なんかトートバッグとノートと DVD がついてる、言いましたからね、DVD ね、はい、ついておりますということでございます、この曲の方なんですけど、メロディックソルフェージュ、はい、簡単に言うとどういう、ね、美しい旋律の美しい曲で、あの音楽の基礎を学ぼうという、なるほど、これ学ぶってもちろん出ましたけど、実はこれシリーズがありましたね、桜川さん、そうなんです、賢くなれるシリーズと、賢くなれるシリーズ、歌を聴くだけでも勉強もできちゃう、今までどんな勉強ありましたっけ、宇宙お花、世界、はい、あと英語とかが、英語も、算数も、はい、動物もいろいろシリーズがあります、ありまして、はい、今回はクラシック音楽が勉強、そうです、はい、すごいな、そのクラシックをモチーフにしてメロディーいろんな曲が合体してるというか、はい、これ珍しいね、しかも各グループごとに歌が違う、あ、そうです、その1曲ごとにこうメンバーが歌ってるメンバーが決まってて、うんうん、それはまあ PV でも分かると思うんですけど、うんうん、そこグループ分けされてる感じですね、でもいろんな曲が同居されてる、サビがまたいいです、これそうなんです、そうなんです、またメッセージが込められてるんですよね、そうです、どういうメッセージ、
なんかやっぱり桜学院とすごいリンクしてるところがあるなって思って、やっぱり一人一人の個性は合ってるけど、やっぱりみんな一緒にの桜学院の12人で一つっていうのがすごい込められてるなって思うので、もう歌詞をぜひもう読んでいただきたいです、はいね、大きい音小さい音いろいろあるけどみんな大事な音やでっていう音ですよね。音です。分かりました。ちらっと出ましたけどミュージックビデオ、はい、これがまたかっこいいですね。これ今回のこれどう言うたらいいかな。上から撮っててね、はい、そうです、上からカメラが上からって、うん、そうですね、そうですね、そうですね、ね、譲り合い、譲り合い、まあ喧嘩ね、うん、でもサビとかもほんあの感想か、はい、ああそうですね、だから曲聴いてさ、曲だけ聴いてたんですけど、なんかもうストリングスのこれどんなダンスするんかなと思ったら、はい、上からともう万華鏡のように、そうなんですもうね。私も見てめっちゃ興奮しました。あ、そう、自分の踊ってる時はどうなるか分からないもんね。そう、うん、なんか真ん中に意味の分からない機械が出てきて、これ何なんだっていうのでそういう光が出て眩しい眩しいって感じだったんですけど、自分たちは、うん、出来上がり見て、え、こんなんなってたんですかみたいな。ライトがすごい効果が出てる。そうなんです。ただそんなかっこいい中に面白フェイスが一人いらっしゃいまして、はいはい、ベートーベンがね、なんか面白いベートーベン、あー、いらっしゃったそうですね、はい、いらっしゃった、あなたですいやーもうこれは、はい、やっていいよって言われたので、もう思いっきりやってしまいました。やっていいよって言われたの、はい、マジでやっていいよって言われたんで、うん、やりました、うん、だからちょっとベートーベンの顔の枠だけになんかガーってガーンで入れて、こういう風にやってて、うん、決め顔でベートーベンの写真見てこんな感じなのではないでしょうかという感じ。これもやろうとしたんですね。やろうとしたんですけど、うん、追いつきませんでした、ね、あの追いつくって何。追いつかなくていいよ、うん、それぞれだから大きい音小さい音いろいろあるから、ね、そうですね、私の良さとミレナの良さも違う。なるほどね、はい、それ良さあるから、はい、ですもんね、上見てなんかこうやったりとかね。そうです、なんかバリーのなんか指かか、うん、わかんない、白鳥の湖のやとか、あれバレエやったことないんで、うん、わかんなくて、うん、もうめっちゃ手がつるぐらいずっとこのまま固めてて、そんなにやってたあれずっとさあ、そんないろいろが見えるライブがですね、はい、ございまして11月12日と13日、これ学院祭ですね、さくら学院祭2016が行われます。会場どこですか。どう、ね、せーの、舞浜アンビシアター、イエーイ。これはまたでっかいとこです。またまた、ね、ありがとうございます。去年赤坂でやりましたけども、アクトシアでやりましたけど、舞浜アンビシアター、ちょっとステージの形状も変わってるというか、そうですね、炎上になってるので、うん、いや多分今までの桜学院で多分そういう劇場でやったことがないと思うので、ちょっと私たちもすごいチャレンジ、チャレンジでワクワクしてるんですけれども、うん、なるほどね。でもライブ僕もね、よく見させていただいてるんですけど、倉島さんのやっぱり、はい、今回のミュージックビデオもあったんですけど、はい、この目の動きがこうすごい気になりまして、はい、今回のそのミュージックビデオのメロディックソウルフェイズでも最後の方に出てくるんですけど、この何て言うかな、クッとこういく感じ、クッとこう、あ、斜めを、顔は前向いてても目だけ右上を見るみたいな、 あれめっちゃええな思ったんです。本当ですか、はい、結構これ癖でやっちゃうんですよ、ね、やっぱりよくやってるでしょ、うん、結構他の曲でもやっちゃったりします。あ、嬉しい、いい感じですか。めちゃめちゃいい感じ目指し続けるのとこかな。あ、ちょっとサービスでちょっとっやっていただいていいですか。あ、じゃあ歌ってくださいね、はい、いっせーので、目指し続ける。かわいい、いいと思います。いや、俺めっちゃいいと思います。あ、本当ですか。これ続けてください、本当に続けますね。じゃあ皆さんもそれに注目して、よろしくお願いいたしますということで、じゃあライブ一個一個のライブ頑張っていただきたいと思いますけども、はいはい、じゃあこれメッセージ一人ずついただいていいですか、はい、短めのやつ、はいはい、じゃあ新田さんが行く、はい、はい、とレッスンとかもいろいろ頑張ってるので、うん、転入式から寄付からいろいろと成長してると思うので、成長しているところをたくさん見ていただきたいと思います。ぜひ来てください、お願いします。はいよ、はい、じゃあ森さん。はい、今までレッスンとか頑張ってきたところを学園祭でちゃんと皆さんに見せたいと思うので、うん、ぜひ学園祭に遊びに来てください、よろしくお願いします。はい、有友さん。はい、
これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。あと学院祭来てください、お願いします。わかりました。黒沢さん行きましょうか。はい、そうですね、まあここまで12人でやってきて、もうだんだん団結力も深まってきてるので、そこにも注目していただきたいですし、私もこういろいろな顔がうるさいとかいろいろ言われてますけど、そこも個性としてどんどん伸ばしていけたらいいなと思っておりますので、頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、黒沢さん。はい、いや次のライブの学院祭は三大行事と言われる、すごく大事なライブとなっていて、やっぱり学院祭でしかできないことをやったりすると思うので、やっぱり12人で力を合わせてしっかり届けていけるように頑張りますので、皆さんぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。表情がいい、ありがとうございます。というわけで本日のゲスト桜川由美さんでした。どうもありがとうございました。番組はまた来週、さようなら。あっちに向かってバイバイで、バイバイ。